よし、これで準備 OK だ。トーマス、アニーとクララベルのことよろしく頼んだぞ。はい。あ、パーシーが来た。くれー、それわしのアニーとクララベルやないかい。自分は会社でも引っ張ってる。邪魔だ邪魔だ。どうしたんだパーシー。パーシーには今日は貨車を引っ張ってもらう予定です。なんてやねん、今日は兄と比べるわしが行くんじゃ。この前も引いたやないけん。パーシー邪魔だよ、どいてどいて。黙れ黙れ黙れ。ちくしょう、見てろよトーマス。めはあ、今日はキャプチャーをしてると思って楽しみにしてたのに、配達の仕事もないし、なんで会社なんだよ。いやいや、綺麗に治ってますね。私の宝物のゴリラくんです。マージ、運んできてくれてありがとうございます。後で仕事が終わったら取りに来ますから、ちょっと待っていてくださいね。うわうわ、なんだこのでっかいゴリラの人形は。一体誰のものなんだ。見つけたさあ、貨車と客車を交代するのだ。まったくしつこいパーシー。こうなったら力づくでー。このこの、いて、アニーとクララベルをこのこの、誰が渡すかよ。このトーマス、無理か、ちくしょう。おい、早く行こうぜ。まったく、ごめんごめん、スクラフィー。さあ出発しよう。やに、トーマス。いてってて、まったく、なんなんだよパーシーは。よいしょよいしょ、はっ、いないないない、わー、めちゃ久しぶり、はは。せっかく直してやったのに、まったくひどいことをしやがるな。パーシーとトーマスだよ。あの二人がここで喧嘩をして壊していったんだよ。本当ですか、マージー、ありがとうございます。パーシーとトーマス。おい、パーシー、なんかすごい勢いで近づいてくるやつがいるぞ。え、なに、うわわわわ、なにを、うわぁ、あれ、見ろ、どうしてこんなことすんのよ、うわぁ。さて、駅に到着ですよ。いた、うわぁ、なんだよ。ふう、ではどうしましょうかね。ビクターはもう直せないと言っていましたが、動物や昆虫好きのタワに聞いてみましょうか。出発です。ふうふう、どうだロッキー大先生。よし、タワ、これで回復はマスターだな。よし、これでまたディーゼル X みたいな悪いやつが来たら、俺がみんなを守ってやるんだい。回復。いや、タワ、ロッキー大先生、あなたのその回復という力で私の大切なゴリラちゃんを助けてください。あ、いいよ。いい機会だタワ、ヒロを助けてあげなさい。任せておけヒロ。じゃあ出発だ。これがゴリラの人形か。ひどいな、ぐちゃぐちゃだ。ちょっとごめんねヒロ、君の大事なものを壊してたなんて知らなくてさ、ごめんねごめんね。よし、回復。あ、間違えた、ごめんごめん。もう一回回復。ふう、結構疲れるんだな。回復ゴリラちゃん、どうだ。あれ、腕が反対向きについてる。むむ、もう一回
回復。どうだ、できたできた、治ったぞ。さすがタワ、ありがとうございます。うむ、タワ素晴らしい。よかったよかった、回復マスター。いやいや、ヒロには悪いことしちゃったね。トーマス、これからは仲良くしようね。ありがとうございますタワ、私の宝物直してくれてありがとうございます。さようなら、さようなら。本日もご視聴いただきありがとうございました。どうだったでしょうか。今回久しぶりにご視聴者様からのリクエスト作品作ってみました。満足してくれたら嬉しいです。面白かったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いします。それではまたご覧ください。バイバイよー。